はい、本日はですね、雨の日に使えるおすすめのジャケット2点を紹介していきたいなというふうに思います。まあ今梅雨っていうことで、まあ梅雨も後半には来てるとは思うんですけども、まだまだ雨とかがまだ続くと思うので、そういう時に雨の日になんか使えるジャケット欲しいなと思ってはる方がいらっしゃったら、この2着持っとったらまあとにかく間違いはないですよっていうところのお話をしていきたいなというふうに思うんですけども、まあ今から紹介する2着、これ今映ってるんですけど、これはですね、僕が実際使っててほんまに悪いところがないし、誰が着てもいいって思うやろうなっていうのを紹介していくっていう流れになってるので、まあこれを買って大きく失敗するっていうことはないやろうなというふうに思いますので、まあ、早速紹介するんですけど、まず手前にあるこの黒のジャケットですね、こちらがアークテリクスのスコーミッシュフーディーというジャケットになってるんですけど、これに関しては小雨用ということで、小雨で雨が降った時とかに使えるようなジャケットで、さらに、まあ、梅雨の時期とかやったら本格的に雨も降る時あるじゃないですか。そんな時とかはもうこっちのがっつりしたゴアテックスを使ってるノースフェイスのクライムライトジャケットっていうことになってるんですけど、この2着を持っておけば梅雨の時はもう絶対に大丈夫ということになってるので、まあ、その辺のご紹介をしていきたいなというふうに思います。まあ、僕も防水ジャケットは10何着持ってるんですけど、それでも今のこの梅雨で使えるって言ったらこの2着かなというふうに思うので、まあ、激戦した中で選んでいたので、まあ、今から理由を言って、まあ、実際着ていきたいなというふうに思います。まずですね、こちらアークテリクスのスコーミッシュフーディー、ちょっとこれゴム箱じゃないな、スコーミッシュフーディーというのがあるんですけど、まあ、これはですね、さっき言ったみたいに小雨用ということになってるので、まあ梅雨であってもこれからの夏とかも通り雨とかいきなり降ったりすると思うんですけど、そういう時とかにはこれがめっちゃ良くて、梅雨とか夏とかって暑いやんって思う方いらっしゃると思うんですけど、これはですね、めちゃくちゃ軽いんですよね。要は軽くて薄いんですよ。まあ、なので結構皆さんが思ってるようなカパとかっていうイメージよりかはめちゃくちゃ薄く作られてるので、そこまで暑さに関してはがっつりしたアウターに比べるとそんなに暑くないということで、まあもちろん長袖なんで涼しいかって言われたら涼しいことは絶対ないんですけど、まあちょっとした小雨とかであればさっと着れるような感じになってるので、まあ僕も今から実際着ていきたいなというふうに思います。はい、とまあこんな感じになってて、まあ前開けた状態で着るんやったらこんな感じでさらっと着れてですね、やっぱり薄いんですよね、めちゃくちゃ薄くて、まあ、ほんまに生地感としてはロンティーぐらいの生地感で、なおかつこれで防風性もあるので、例えば台風とかでバーって風とかが来てたりとかして、ちょっと肌寒いなとかって思った時とかでもしっかりこれはシャットダウンっていうか風を止めてくれたりもするし、あと小雨やったら弾いてくれたりもするので、まあ、小雨にはこれは結構使えるんじゃないかなというところで、まあ、ご紹介してるんですけど、まあ、いかんせんシンプルな作りなんで、この着た瞬間に自分の体に合うようになってるというか、例えばこういうところとかってベルクロって言われるなんかベルトでつけるこういうタイプのやつがあったりとかするんですけど、まあ、こういった感じでベルトで要はこの裾の余ってるとこをキュッて絞ったりするっていうのはあるんですけど、これに関してはもうゴムが中に入ってるんですよね。なのでもう勝手に自分のサイズにピタッと合ってくれるような感じになってるので、もう通した袖を通した瞬間に自分の袖のサイズ感に合ってくれる。だから逆に僕は結構細いんですけど、太い方とかやったらこのゴムが伸びてくれるので自分のサイズに合ってくるっていうことになってて、でなおかつ今年のモデルからちょっと細めになってるので、こうサッと着た時とかでも勝手に綺麗に体に沿うような感じになってて、まあ綺麗に沿ってるかどうかちょっと分かりませんが、こんな感じでちょっとズボン見えたな、綺麗にこんな感じで沿うんですよね。ただこのジャケットの一つ欠点としてはですね、これずっと僕言ってるんですけど、このここのポケットがないんですよね。だから、まあ、このジャケットは本当になんかまあカバンとかリュックとか持ってたりとかそういう時やったら全然こんなポケットいらんでっていう感じだと思うんですけど、まあ唯一ここだけなんで、まあ、ここにやったら定期とかは入れれるし、まあ、携帯スマホぐらいやったら入ったりはするんですけど、こんな感じでスポッて入るのは入るんですけど、まあ、これ以上に大きいのっていうのはちょっと厳しいかなという感じになってるので、荷物を入れる量は少ないので、まあ、あくまで小雨用のジャケットでさっと羽織って、で雨が上がったなと思ったらこれさっと脱いで、でさっきスマホ入れてたポケットにこれジャケットを収納できるので、これをぐちゃぐちゃぐちゃっと入れていってあげる。でまあこんな感じになるので、また大きさ的には iPhone と同じぐらいですかね。これ iPhone X なんですけど、 iPhone X と、まあ、ほぼほぼ同じような大きさにまでちっちゃくなるという感じになってて、でまあ雨が止んだのでこれをリュックの中にポンと放り込んどくと、でまたヒューって雨が降ってきたなと思ったらこれをサッと出して、でこんな感じで着用すれば問題ないっていうことになってるので、例えば電車の中とかでちょっと肌寒い時とかやったらこれ去ってきたりもできるんで、まあ、小雨の時はこんなジャケットがいいんじゃないかなという感じでは思ってるので、あとまあシンプルなんで、それこそちょっと綺麗めな、例えばポロシャツとか着て仕事されてる時とかでも、仕事で移動する時とかでもこうパッてこんなんとか着れると思うので、あんまりアウトドア感の強いような切り替えがあったり、例えばこういうのとかはちょっと仕事では着づらいと思うんですけど、まあ、こんな感じだったら仕事とかでも立って着れたりとか、立って何か分からんけど切れたりとかするので、まあ、この辺は勝って失敗っていうことはないやろうなというので、
まあ、ご紹介させていただいたという感じになってます。ちなみにこのスコーミッシュフーディはですね、もうずっと人気のあるタイプで、アークテリクスのジャケットって言ったらもうトップ3に入るぐらいで人気があるので、まあ、そらこれは使い勝手やろうという感じなんですけど、まあ、これはですね小雨っていうことなんですけど、じゃあ本格的に雨が降ってきた時どうすんのってことなんですが、まあ、その時にこのノースフェイスのクライムライトジャケットですよね。でこれのすごいところがですね、まあ、僕がすごいおすすめしてるっていうわけじゃなくて、これレビュー見てもですね星5のうち 4.8 とかっていうかなりの高評価になってて、多分どんな人が着てもデメリットをあんま感じひんような設計になってるっていうところで、まあ、雨の日はおすすめかなという感じになってるんですが、これちょっと一回これも着ていきます。でこのジャケットもですね比較的薄い生地で作られてて、完全防水のジャケット、要はあの大雨とか嵐とかでも対応できるようなジャケットの中でもかなり薄く作られてるので、特にこういう梅雨時期とかもそうなんですけど、まあ登山とかでもこれは使えるんですが、年中使えるような、まあ、感じになってるっていうところで、二重デニールってめっちゃ薄い生地なんですよね。他のアウターとかってだいたい70デニールとか50デニールとかって言って、やっぱりアウター感が強いので、この時期ちょっと蒸し暑い時とかに着るにはちょっと暑いかなっていう感じなんですけど、このクライムライトジャケットは二重デニールっていう比較的薄い生地を採用してるので、ちょうどこの時期なんかでもまだ着れるんじゃないかなというふうに思って、まあ、買ってて失敗はないやろうなという感じでは紹介してます。でこれがですねゴアテックスという生地を使ってるんですけど、まあ、それがアメリカの生地のメーカーになってて、要は何かって言ったら、めちゃくちゃ台風が来ようが、めちゃくちゃ大雨が来ようが、めちゃくちゃ大嵐が来ようが、絶対濡れることがないっていうのがこのジャケットになってるので、もうこうやって前開けてたらダメですけど、ちゃんとこうやって前を閉めて、まあ、これちょっとここ開いてるんですけど、ちゃんとこうやって閉めた状態で、まあ、こういう感じでちゃんと締めた状態で着用さえしておけば、もう絶対に生地を通して濡れるってことがないので、どんな大雨でも安心して外に出かけれますし、雨に打たれても心配ないっていうことになってるので、例えば自転車とかバイクとかもそうですし、あと電車とかでも乗り継ぎの際にちょっと雨とか濡れる可能性があっても、これさえ着ておけば絶対濡れないので、まあ特にグレーの T シャツなんか着て出かけた日にはもう濡れた瞬間速攻でわかるじゃないですか。けどまあこういうジャケット着てれば絶対濡れないので、まあかなり重宝しますし、なおかつこれも持ち運びができるんですよね。まあ、こういったスタッフサックがついてるので、こういったスタッフサックに収まるぐらいちっちゃくなるということで、今からちょっと入れていくんですけども、例えばもう雨が止んだってなったりしたら、こうやって脱いでいってこの中に入れていくと、でまあこんな感じでちっちゃくなるので、あとはまあカバンの中にピヨンって掘り込んだらいいんですけど、だいたい大きさはですね、さっきのスコーミッシュよりワンサイズちょっと大きいかなぐらいになってるんですけど、まあそれでも手のひらサイズというか、まあ、僕の手がこんな感じなんで、まあ、手よりは若干ちっちゃいか手と同じぐらいっていうぐらいの大きさまでちっちゃくなります。でこっちのスコーミッシュもこれもそうなんですけど、何がいいって、例えば濡れるじゃないですか。で濡れたらジャケットってビチャビチャになるけど、ビチャビチャのままさすがにリュックの中には掘り込めないじゃないですか、書類とかもあるから。でそんな時にこういう袋を入れておけば、いくらビチャビチャで払っても取れてなくても、この袋にさえ入れておけばカバンの中が濡れることが絶対ないですし、あとまあこのスコーミッシュフーディーもこれ裏返し入れていくタイプになってるので、濡れてるところっていうのは中にしまえるので、こういったところまで考えられてるから、持ち運びした時にも他のものが濡れなかったりとか、あとまあ軽量にできてるので持ち運びもしやすいっていうことになってて、もちろん両方ともジャケットとしては似たようなジャケットってあったりするんですけど、やっぱ似たようなジャケットになってくると微妙にテイストが変わってきて、次ベルクロがついてきたりとか、生地がもうちょっと分厚くなったり、例えばゴアテックスじゃなくなったりするんですけど、そういう風になってくると、例えば劣化が早かったりであったりとか、ちょっと蒸し暑く感じる、生地が分厚いので蒸し暑く感じたりとかもしますし、そんなを考慮した上でもやっぱりこの2着っていうのは使い勝手がいいんかなという風に思います。もちろんあのスコーミッシュフーディーで言った時みたいに、こっちのジャケットにもデメリットっていうのはあって、まあそれは何かっていうと、生地的にもですね、さっき言ったみたいに二重デニールって結構薄い生地を使ってるのはいいところなんですけど、逆に言うと街で着るにはちょっと中途半端なんですよね。だから登山とかやったら、いつ行ってもあの登山の山頂って上に行けば行くほど寒くなるじゃないですか。だから夏に行こうが、まあ、冬ってできるのかなちょっとわからないですけど、上に行けば行くほど寒くなるので、結構こんなん使い勝手いいと思うんですけど、その街中というか平地で使う分にはこれやったら冬はちょっと寒いんですよね。だから真冬は使われへんし、真夏も使われへんってなってくると、やっぱり春とか秋とか梅雨とかぐらいが使うのベストなんやろなっていうので、生地的に今がちょうどいいがゆえに、なかなか真冬真夏はちょっと微妙かなという感じで個人的
的には思ってるので、まあ、その辺がデメリットになってくるんじゃないかなというふうには思います。はい、という感じになってるので、まあ、以上この2点というのが僕の中ではおすすめっていうことになってるんですけども、まあ、先ほど言ったみたいにですね、まあ、持ち運びも他もできますせーってやつがあったりとか、いやこれも防水ですせーみたいなのがあったりするんですけど、まあ、そういうのとかでも全然その人の用途に合えば全然問題ないとは思うんですけど、僕の用途的にはやっぱこういうタイプ、長く着れるようなゴアテックスを使用してたりとか、持ち運びも考慮されて作られてあったりだとか、暑い時期に着るジャケットって、まあ、要はムシムシして今みたいに暑い時とかでも着れるような薄いジャケットって言えば、まあ、この辺かなというふうに思いますので、まあ、今まだ梅雨後半っていう感じになってるので、別にこれ梅雨用っていうことで購入したとしても、普段のファッションとかでも使えると思いますし、次また秋口とかも使えると思うので、まあ、もし仮に雨用を探されてはった方とかいらっしゃったら、まあ、参考にしていただければなという感じでは思います。まあ、これに関しては僕の個人的主観がめちゃくちゃ入ってるので、まあ、僕は実際使ってよかったと思ってるから紹介はしてるんですけど、まあ、まず誰かに雨用のジャケット何を買ったらいいのって聞かれたら、もうこの2着のどっちか買っとって失敗は絶対ないからっていうふうに言うと思うので、まあ、この2着おすすめかなというふうに思います。まあ、詳しい動画の説明とかはですね、動画説明欄に貼っときますので、そこではもっと具体的にどういうアイテムかっていうレビュー動画を作ってあるので、そこを見てもらえればいいかなと思うんですが、まあ、ざっとおすすめ何って言われたらこれっていうことになってますので、まあ、参考にしていただければいいかなというふうに思います。はい、ということになってますので、本日はですね、雨の日に使えるおすすめのジャケット2点というのを紹介させていただきました。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。